桃内駅は、福島県南相馬市を高く耳がい矢座島内にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。ホーム東日本大震災以前は、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅であったが、2017年の営業再開後は、島式ホームの駅舎反対側が、線路撤去の上で柵により封鎖され、 相対式2面2線となった。互いのホームは古戦橋で連絡している。原の町駅管理の無人見駅。駅舎は2001年に木造から現在の鉄骨造りに改築され、待合室がある。2004年度の1日平均乗車人員は41人であった。参観の集落であり、周囲には水田が広がる。民家は少ない。当駅周辺に出されていた。 福島第一原子力発電所事故に関連する避難指示は2016年7月に解除された。2020年3月14日より、波栄南が東京近郊区間及び水下首都圏エリアに小高い北が仙台近郊区間及び水下仙台エリアに編入され、前後の駅が大都市近郊区間及び水下のサービスが、 利用可能な駅となっているが、当駅はその間に位置し、どちらの近郊区間にも属さず、スイカエリアにも編入されないため、常磐線内で唯一交通系、IC カードが使えない駅となっている。そのため、例えば、東京近郊区間内の任意の駅から、並江駅までの切符を買った場合、途中下車はできないが当駅まで購入することによって、途中下車が可能となる他有効期限が、 距離に応じて伸びることがある。ありがとうございます。